シャインガーネットは日本の競争馬、2020年のファルコンステークスの勝ち馬である。2017年4月27日、北海道阿比町のノーザンファームで誕生し、2018年のセレクトセール一切市場にて山口伊佐一郎により3200万円で落札された。9月8日、中山競馬場の新馬戦でデビューし、直線で抜け出すと、最後は 外から追い込んできた新軍バズーカを頭差で振り切りデビュー戦を飾る。11月16日東京競馬場の赤松賞では中段の7番鉄追層から抜け出すと最後の直線で一番人気の新ハリングと競り合った末に半馬審査をつけデビューに連勝とする。初戦2020年1月13日のフェアリーステークスはスマイルカナの4着に終わるも 続く3月14日のファルコンステークスでは、行位でレースを進め、直線で、ババの真ん中から抜け出すと追いすがるラウダシオンに一番新反差を、つけ重傷発生波を飾った。自走の NHK マイルカップでは、集団行為につけるも、直線では伸びをかき、前走で干渉をしたラウダシオンに雪辱を許す、格好になる。その後、週刊賞を目標としていたが、追い切り直後に、 筋肉痛を発症、調子が戻らないことから休養に入る。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。